IMP の新曲、バンブーが CDTV で炸裂。高速ステップと圧巻のライブでファン熱狂。感動 IMP、バンブー CDTV パフォーマンスに涙。しなやかな強さと成長を感じた。音楽の力は、人々の心をつなげるだけでなく、その瞬間に存在する感情や思いを具現化するものです。特にライブパフォーマンスにおいて、その力はより強く。 視覚覚と聴覚を通して観客の心に響きます IMP が CDTV で披露した新曲『バンブーはまさにその瞬間を捉えた特別な時間でした。この曲が持つエネルギーと彼らのパフォーマンスの情熱はファンの期待を超えるほどの感動を呼び起こしました。IMP というグループはこれまでにも数々のヒット曲を生み出してきましたが『バンブーはその中でもひときわ輝きを放つ楽曲と言えるでしょう。 まず曲自体が持つダンスナンバーとしての強烈なインパクトがファンを魅了します高速ステップとリズミカルなサウンドが融合し見るものを一瞬で引き込むリズムの中に刻まれるビートがまるで竹がしなるようにしなやかで強靭なイメージを抱かせますこの竹という象徴的なイメージは日本文化においても古くから使われており そのしなやかさと強さはまさに IMP のメンバー自身を表しているかのようです。しかし、この楽曲が特別なのは、それだけではありません。IMP のメンバーが体現する、バンブーの真髄は、ただのパフォーマンスに止まらず、彼らの個々の成長やグループとしての団結力も見事に表現されています。ライブの中で披露されたフルサイズのパフォーマンスは、まさにその集大成。ファンは、 メンバー一人一人が持つ個性と、その個性が一つに合わさった時の圧倒的なパワーを目の当たりにしました。特に、ワイプ、小さな画面で映されるメンバーのリアクションが多用され、彼らの表情や姿勢からもそのエネルギーが伝わってくるのです。ファンからのリアクションも、まさに圧巻でした。SNS では、バンブーのハッシュタグが瞬く間にトレンド入りし、 高速ステップがかっこいい、全員のパフォーマンスに鳥肌が立ったといったコメントが次々と投稿されました。彼らのファッションも、黒を基調とした衣装にレインボーの照明が映える演出が絶賛され、ビジュアル面でもファンの心をわしづかみにしました。視覚的なインパクトはもちろんのこと、IMP のパフォーマンスには一貫して、努力の結晶が感じられます。どれほどの時間をかけてこの瞬間に向けて準備してきたのか。 そのの背景が自然と伝わってくるのですバンブーという楽曲の本質を掘り下げていくと、そこには深いメッセージが込められていることが分かります。竹のようにしなやかでありながら強さを持つ存在であること、それは現代社会で生きる私たちにも通じるものがあります。しなやかさとは、時に困難な状況に直面しても折れずに適応する力であり、その背後には確固たる強さが必要です。IMP のメンバーもまた、 音楽業界という厳しい世界でしなやかに成長しながらもその足元には揺るぎない強さがあります彼らのパフォーマンスはそのしなやかさと強さが見事に表現されており観客に強いインスピレーションを与えますまたこの楽曲が発表されたタイミングにも注目したいところです世界が不確実性に揺れ動く中音楽の持つ力が再評価される時代に突入しています ライブが制限されたり、アーティストとファンが直接交流する機会が減ったことで、音楽の持つ、つながりを生む力はより重要なものとなっています。IMP のバンブーは、そんな時代背景の中で、ファンとの強いつながりを再確認するかのような一曲となりました。彼らがライブを通じてファンに伝えたかったメッセージ、それは、共に乗り越えていこうという前向きな姿勢です。 高速ステップに込められた情熱や力強さは、そのメッセージを象徴していると言えるでしょう。さらに、バンブーのパフォーマンスを通じて感じられるのは、IMP のグループとしての進化です。デビュー当時から培ってきた技術や表現力が、この一曲に集約されており、彼らがいかにしてこのステージに立つまでの道のりを歩んできたのかが垣間見えます。それは、ファンにとっても感慨深い瞬間であり、 応援し続けててきた人々にとっての誇りりでもあります IMP のパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、彼ら自身の成長物語でもあり、それを目の当たりにできることがファンにとっての喜びなのです。IMP の「バンブー」に対するファンの熱狂は、その音楽だけにとどまらず、彼らの人間性やグループとしての一体感にも向けられています。この曲のリリースと同時に行われた一連のプロモーション活動や、 ライブパフォーマンスの裏側で見られる彼らの努力は、ファンにとって感動の源であり、さらに深い愛情を生み出しました。IMP のメンバーがどれほど真摯に音楽に向き合い、自らの限界に挑戦しているかを目の当たりにしたファンたちは、その成長を自分自身のもののように感じ、共に歩んできた道のりを誇りに思っているのです。また、バンブーのパフォーマンスが特に注目された理由の一つには、 彼らの圧倒的なダンンススパフォーマンスもあります高速ステップや複雑なフォーメーションは彼らが並外れた練習量を積んでいることを物語っており観客に対して一瞬の隙も与えません。これはまさに音楽の力を視覚的にも最大限に引き出すパフォーマンスアートの頂点とも言えるでしょう。ダンスの動き一つ一つが音楽と完全にシンクロし曲のリズムに合わせて会場全体が一体となる瞬間を生み出します。 このような経験は、ライブに参加したファンにとって一生の思い出となり、その場で感じた感動が心に深く刻まれていくのです。さらに、バンブーが特別視されるもう一つの要素として、衣装やステージ演出の細部にまでこだわりが詰まっていることが挙げられます。黒を基調としたシックな衣装に、カラフルなライトが映える演出は、IMP のクールさとスタイリッシュさを強調しています。特にライブの終盤、 メンバーごとのテーマカラーがライトで映し出される演出は、ファンの間で大きな話題となりました。このシンプルでありながらも効果的な演出は、彼ら一人一人の個性を象徴し、同時に彼らが一つのグループとして結束していることを視覚的に表現しています。IMP は、ただのアイドルグループではなく、彼ら自身のストーリーを紡ぐアーティストとしての道を歩んでいます。それは、ファンとの深い絆によって支えられており、 ライブパフォーマンスや SNS での交流を通じて、彼らは常にファンの期待に依頼ようとしています。CDTV でのバンブー披露も、その一環として多くのファンに感動を与えましたが、これは彼らの旅のほんの一部にすぎません。今後の活動において、彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンとしては楽しみがつきません。音楽業界は日々変化し、流行も次々と移り変わっていきますが、 IMP のように自分たちの音楽性を大切にしながら進化し続けるアーティストは、その中で輝きを放ち続ける存在です。バンブーがもたらした影響は、単なる一曲のヒットにとどまらず、IMP というグループの成長と未来への可能性を示唆するものであり、これからの彼らの活動にさらに大きな期待を抱かせるものとなっています。今後、IMP がどのような方向へ進んでいくのか。 そして彼らが次にどんな楽曲やパフォーマンスを届けてくれるのか、期待が高まります。バンブーはその始まりにすぎません。この楽曲を通じて、彼らが伝えたかったメッセージや表現したかった世界観は、これからの活動においてもさらに深められていくことでしょう。ファンとしては、その成長を見守り、応援し続けることで、共にその旅路を歩んでいけることが楽しみでなりません。最後に、IMP の バンブーに込められたメッセージは、私たち自身の生活にも当てはめることができるでしょう。しなやかでありながらも強く、逆境に立ち向かい、成長を続けること。それは、私たちが日々直面する課題や困難に対する姿勢そのものです。音楽を通じて感じたこのメッセージを胸に、これからも彼らと共に前を向いて進んでいきたいと感じるファンは多いでしょう。音楽の持つ力と、 IMP のエネルギーが融合したバンブーは間違いなくこれからの時代を象徴する一曲となるに違いありません。